はい、こんにちは。今回は9980円で購入した Windows タブレット Dynabook Tab S60/S、 こちらをノートパソコンとしても使ってみましょうという動画になります。最初にこの Windows タブレットを紹介した時の動画では、Wi-Fi と Bluetooth が干渉するので、Bluetooth キーボードやマウス、こちらを接続するとうまく使えないと言ってしまいましたが、こちらは Wi-Fi の帯域を 2.4GHz 帯から 5GHz 帯に変更することで解消ができました。また 2.4GHz 帯でも、こういったですね、Bluetooth のドングル、これを変換アダプターを通してパソコンに接続すれば安定しました。タブレットとノートパソコン、こういった複数の使い方をするのに重要なポイントの一つが、どれだけ切り替えに手間がかからないかだと思っています。例えばタブレットからノートパソコンに切り替えるときにケーブルをいちいち接続する、そういった手間はできる限り省きたいです。 Bluetooth が使えるのであれば、そういった切り替えの手間はかなり小さくなりますね。今回 Windows タブレットをノートパソコンとして使うために使うもの、 Bluetooth キーボード、 Bluetooth マウス、それとタブレットスタンドですね。このタブレットスタンド、ダイソーで100円で購入したものになります。こちら意外に優れものです。角度調節がですね、これネジを回すことでかなり自由が利きます。固定するときはネジを締めてください。当たり前ですね。あとですね、滑り止め、これかなり滑り止め効果高いです。がっしりとここはコーティングされてて、かなり滑り止め効果が高いです。あとですね、こういう風に、ブランコのような形になっているんですね。こうすることで、はい、タブレットを宙に浮かせるみたいな形になる、ですね。なのでこういう風にタブレットの下にキーボードを滑り込ませて空間を広くすることもできます。問題点もあります。ここのですね、ネジの部分、ここにですね、ちょっとタブレットの背中が当たってしまうんですね。ここはまだ保護されているので大丈夫なんですけど、ここがプラスチックになっているので、背面がちょっと傷つく恐れがありますね。なのでこの背面ですね、こちらに保護シールを貼るとか、もしくはですね、このスタンド、ここら辺に何かクッション的なものをかますとか、そういったのをすればいいんじゃないかなと思います。改めてですね、このDynabook Tab S60、軽量でいいですね。背面もシンプルで綺麗ですね。ちょっとインターフェース部分が寂しいですね。マイクロ USB とマイクロ HDMI。あとはイヤホンジャック。マイクロ SD カード、こんな感じですね。ここがちょっと弱点かなと思います。薄いからかなりいいんですけどね。タブレットモードからノートパソコンでの使用に切り替えるには、右から左にスワイプしてタブレットモードを解除してください。こうすることでですね、通常のノートパソコンのレイアウトになります。仕事とかで見慣れたレイアウトですね。はい、当たり前なんですけども、マウスを操作してダブルクリックでアプリを起動。キーボード入力もできます。ノートパソコンとしての使用用途だと Windows はさすがだと思いますね。Android や iOS のタブレットだと Bluetooth マウスや Bluetooth キーボード、こちらを接続したとしても Windows の使い勝手にはかなわないと思います。 iOS だとそもそもマウスの操作が効きません。またキーボードの入力に関しても一部の文字入力をするアプリで使うぐらいですね。 Android にしてもシングルクリックでアプリの起動、右クリックをクリックするとアプリが戻ってしまう、戻るボタンに割り当てられている、そういった操作になかなか慣れることができません。あとですね、ファイルの操作、はい、フォルダーエクスプローラーを使ってのですね、ファイルのコピー移動削除、あとフォルダーを作ったりするとかですかね。そういったファイルの整理に関しても
やっぱり Windows のノートの、使い勝手にはかなわないと思います。iOS とか Android とかスマホに特化したものはなかなかこういった操作苦手じゃないかなと思います。これから出てくる iPadOS に関してはどうなるかわかりません。もしかしたらキーボードとかマウスとか使えばノートパソコンになりうるものになるかもしれませんが、現状ですね、 iOS や Android、 スマホの OS はキーボードやマウスを接続したところでノートパソコンの代替になるものではないかと思います。そう考えると Windows 10のようにノートパソコンとしての用途とタブレットとしての用途、このようにそれぞれモードを切り替えることができて、マウス、キーボード操作とタッチ操作、これに適した形にするっていうのは 2-in-1 タブレットとしての最適解の一つじゃないかなと思っています。 YouTube や Amazon プライムの動画の視聴、あるいはウェブサイト、電子書籍を見るといった主に見ることを目的としたタブレット用途、ブログの更新とか文書の作成、簡単な画像加工といった何か作るといった用途のノートパソコンの用途、簡単に切り替えることができますので、タブレットにキーボードとマウスを接続するだけで使用用途が増えるんですね、広がるんですね。まあ惜しまれるのはタッチ操作の追随性ですね。こちら Android や iOS にはかなわないかなと思います。それとストア、マイクロソフトストアのラインナップがちょっと寂しいです。いまいち Windows タブレットが普及してないっていうのはこれらの弱点が大きいんじゃないかなと思います。ただ、ストアに関して言えば、こちらはそこまで自分は重要視していません。 Windows の資産ってフリーウェアとかシェアウェア、言い方悪いんですけどノラのソフトかなと思っています。多くの方がですね、自由な状態でアプリの審査とかもなくて作ってくれました。今までですね、そういった資産があります。だからこそ使い勝手の良いものがどん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  Windows で出来上がっていったんだと思います。自分もですね、 ID マネージャーっていうパスワード管理のソフトとか、あと JTRIM とかって画像加工のソフト、あとはエディターだと桜エディターっていうのをよく使ってました。かなり使い勝手、軽量で使い勝手がいいものが揃っています。ですので、既存のですね、資産をタブレットのレイアウトに変更して使いやすくしてくれればかなり嬉しいですね。当然ですね、ストアでの管理ではなくてノラのアプリを使うっていうことになるとセキュリティ上の問題は出てきますね。ここまで来るとマイクロソフトサーフェスが気になってきますね。これさえあれば何もいらない。サーフェスのキャッチコピーなんですけれども、確かに見る用途、作る用途、どちらもカバーできますね。ハードもソフトもマイクロソフト社製ということで、おそらくタッチ操作とか追随性とかかなりいいんじゃないかなと思います。デザインもかっこいいですしね。ただもちろんあちらはお値段がお高いです。サーフェスプロなんか10万以上しますね。ですので今回購入したですね、9980円税込み中古という低価格のタブレットと比べるべきものではありませんが、 iOS や Android といったスマホやタブレットに特化した OS とは一味違った使い勝手を提供してくれます。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。